銀河町特急39は間もなく出発いたします。お乗りの方は99番ホームまでお急ぎください。帝国です。出発します。行くわよ、乗りたおう、未来に向けて出発だー。やっと五代五さんの曲入れたいわよね。著作権に引っかかるんだよ。著作権に。大人の事情ね。と、いうわけで、いつも可愛いキャッパイー、霊夢ちゃんと、天才美少女大魔導士、マリサちゃんの、発信紹介コーナー。というかコーナーって言って区切るのこれだけだよね。まあ言われてみればな。さてそんな編集の謎はさておいて、今回はみんなもうサムネとオープニングで察してるだろうけど、あの松本零士先生の名作にして、世の男性の初恋を奪っていった謎の美女が主演の、銀河鉄道39の紹介だー。ちなみに私の初恋は摂政丸様でした。マリサ、年上好きだよね。霊夢は誰なんだ？それはエンディングで教えるよ。そんで今回の動画なんだけど、今回は劇場版第一作目を元に構成してるから、テレビ版とは内容が多少違うからね。どんなところが違うんだ？主に主人公の年齢の引き上げであったり、機械伯爵の残忍さが際立つなどだね。ああ、劇場版で希代の悪役になったな。そってじゃあ始めるよー。銀河鉄道39。これは松本零士先生原作の作品で、昭和52年から昭和56年にかけて少年キングで連載されていたんだ。作品誕生の経緯としては、当初この39は、宇宙海賊キャプテンハーロックとZで、テレビアニメの企画としてスタートしたんだけど、最初は残念ながら実現せず、漫画連載としてスタートしたんだ。あ、そうなんだ。うん、それに連載開始時も評判が思わしくなかったら、5回で打ち切りという厳しい状況の中のスタートだったんだ。その後を知ってる私たちからすれば信じられない話だな。まあこれは掲載先の週刊少年キングの事情も大きく関わってるんだけどね。どういうことだ？簡単に言うと、この当時週刊少年キングが、ジャンプやマガジン、サンデー、チャンピオンなどに対して、発行部数を大きく引き離されていた状況だったんだ。だから人気のない作品を長く続ける余裕がなかったんだよ。大人の事情ね。だから松本先生は5回分の原稿を編集部に渡して、アフリカに旅立っていってしまうんだ。なぜにアフリカ？ライオンと戦う予定だったらしいよ。しかし帰国直後状況は一変していたんだ。お、それは。松本先生が携わった作品である宇宙戦艦ヤマトが空前のブームとなっていて、日本に空前の SF ブームが到来、銀河鉄道39も人気を博して、編集部よりいつまでも続けてくださいというお達しをもらったんだ。見事な手のひら返し。その後昭和53年にテレビアニメ化され、テレビアニメが放映中の昭和54年に今回取り上げる劇場版が制作されたんだね。ならこの作品もヤマトと同じで再編集ものなのか。いやこれは前編新作の映画で、東映動画としては初の自社制作の作品なんだ。他にもこの作品の特徴としては、制作スタッフを同じ松本作品である宇宙海賊キャプテンハーロックの、スタッフさんを起用したことや、原作、テレビアニメともに完結の、状態であったにもかかわらず、最終回を披露したことなどがあるね。じゃあ最初から結末は決まってたんだ。うん、五代五さんが歌う主題歌も、ラストシーンから生まれたらしいから、制作に携わる人には、事前に知らせていたんだろうね。よく松本先生が許したよな。これは松本先生の発案らしくて、先生曰く、この物語は旅の途中で出会う人々から、何を感じ取ってもらえるかが本質だから、問題は内容ってことだったらしいよ。なるほど。そして物語は西暦2221年、銀河系の各惑星が銀河鉄道と呼ばれる宇宙空間を走る列車で結ばれた時代、宇宙中のブルジョワどもは、機械の体に魂を移し替えて、機械化人となり永遠の生を謳歌していたんだ。金持ちに恨みでもあるのか。しかし貧しい人々は機械の体を手に入れることができず、ブルジョワどもの迫害の対象にされていたんだね。そんな中、ブルジョワに母親を殺された。主人公星野鉄郎くんは、ただで機械の体をくれるという星を目指し、謎の美女メーテルと共に39に乗り、いざ大宇宙に旅立つんだ。霊夢この作品名作なんだから適当なこと言ってたら怒られるぞ。大丈夫、大筋は合ってるから。そして旅を続けていく中、様々な星で出会う人々との触れ合いの中で、鉄郎くんの人生観は大きく変わり、それは一つの時代を変えることになるんだ。そしてそんな物語の主人公が、星野鉄郎くんなんだね。星野鉄郎、純粋な人間で、心の優しい15歳の少年なんだ。幼い頃に父を、5年前母を人間狩りで亡くし、母の仇を討つため、そして遺言でもある機械の体を得るため、機械都市メガロポリスの地下街でたくましく生きている少年だね。性格は意志が強く、決めたらやり抜くタイプで、
月中で様々な困難に遭うも、それにめげずに最後までやり遂げるよ。ただその反面短気なところと、目的のためには盗みもするという場面もあり、手段を選ばない人でもあるね。置かれた状況なら仕方ない部分もあるよな。旅の途中と千郎さんの母より、帽子とマント、そして戦士の銃を託され、以降これが彼のトレードマークになっていくよ。名前の由来は普通説があり、星の海を鉄道で行く少年と、大宇宙の旅、の主人公、星野中一、から取ったっていう説があるね。あれ、大宇宙の旅の方は、松本先生否定してなかったっけ？でもこの小説が宇宙に興味を持つきっかけだったらしいから、可能性の一つとして紹介しておくよ。キャラクターボイスは大御所野沢雅子さんだね。しかしテレビ版とはえらい変わったよな。その理由も後で話すよ。車掌さん、395の車掌であり、銀河鉄道株式会社の職員、滑覆のいい体つきで、常に制服を着用してるね。性格は真面目で、規則に従順、お客さんには常に敬語で接していて、サラリーマンの鏡のような人だよ。でも恋に悩むクレアさんを茶化したり、アイスを食べたりと陽気なところもあるね。口はどこにあるんだろうな。原作やテレビ版では一番変化が大きかったキャラクターなんだけど、この劇場版ではあまり活躍もないので、短めの紹介にしておくね。キャラクターボイスは肝付き金田さんだよ。私たちの世代はこの人こそがスネちゃまです。ガラスのクレア。39の食堂車でウェイトレスをしている、クリスタルガラスの機械化人。ただこの体も本人が望んだわけではなく、母親の見栄のためにこうなったんだ。鉄郎くんとは無楽の環境だな。うん、それで本人は人の体を取り戻すために、ウェイトレスとして働いているんだよ。性格は控えめで丁寧な口調で話す女の子らしい性格だね。ただ愛にはまっすぐで、愛した人のためには、その命さえ投げ出す大胆さも持ってるよ。接客業としての意識も高く、見られるというのを意識し、裸ヘッドドレスという、実に芸術性あふれるファッションをしているね。露出狂みたいに言うなよ。キャラクターボイスは、ハドソン夫人でおなじみ浅上陽子さんだよ。野上紗友子さんの方が良かったんじゃないか。いやあんまりメジャーなとこ行くのってさ、このチャンネルらしくないじゃん。まあうち自体マイナーだからな。そして皆さんお待ちかね。アラフィーの方はみんなこの人に恋をした。元祖金髪碧眼美女。メーテルさん、鉄郎くんの前に突如現れた喪服姿の美女で、高額な39のパスを渡す代わりに、一緒に連れて行ってほしいと言い、それ以来旅を共にするパートナーになったんだ。ただ名前以外のことはわからず、非常に謎の多い美女だね。何の服かと思ったら、これも服だったんだ。表紙は鉄郎くんの母、星野かなえに売り二つであり、長い金髪、切れ目、そして長身とまさに日の打ちどころがないね。性格は物静かで、めったに感情を表に出すことはないけど、真の勇気を持たぬ者、傲慢な者、命を軽んじる者には、怒りを表し、きつい言葉を浴びせることがあるよ。メーテルさんにはモデルが存在し、女優マリアンヌ、ホルトさんや、宝塚歌劇団時代の八千草薫さんなど、要するに、松本先生の理想の女性の集合体みたいな感じだね。確かにどちらの方も美しいよな。まあ私ほどじゃないけどね。キャラクターボイスはこちらも大御所池田雅子さんだよ。オードリー、ヘプバーンの吹き替えと言ったらこの人だよな。そしてそんなキャラクターたちが活躍する、劇場版は、大都市メガロポリスの地下街から始まるんだ。このメガロポリスは上層部お使い人の富裕層が、地下街を人間の貧困層が住むという構造になっていて、その地下街に住む星野哲郎くんは、同年代の子供たちと一つのグループを形成していたんだ。そしてその少年少女グループは活動を開始する。狙いは、銀河鉄道旅行センター。ここには39をはじめとする、銀河鉄道の車両に乗車するためのチケットが販売されていたんだ。彼らはここで39のパスを購入する客に狙いを定め、それを強奪。パスは手に入れたがすぐさま警備員に追われてしまう。逃走中鉄郎くんは母の形見である、ペンダントを落としてしまうんだ。しかしこのペンダントが、一人の女性との出会いを導く。それは母の面影を残した女性。なお聞く暇もなく再び逃走を再開、必死に逃げるが警備員の組織力に徐々に追い詰められ、もはやこれまでと覚悟した時、再びその女性は現れる、母の形見を取り返すべく、限界を超えた小さな体に鞭を入れ、薄れゆく意識の中その女性の元にたどり着き、そこで意識は途絶えてしまうんだ。そして鉄郎くんは、夢を見るそれは忘れたくも、忘れてはいけない母との別れ、機械人間に許された、人間狩りという所要の犠牲になった母との記憶、そしてその肯定された暴力の前に、ただ叫ぶしかなかった無力な自分の姿。そこで夢は途切れ、かすかに聞こえる会話の音で目を覚ます。その音に導かれるように、シャワー室に乗り込んだ鉄郎くんは、母の面影が香る、美女と対面。はい、サービスショット来ましたよ。美女はメーテルと名乗り、鉄郎くんの望みである39のパスを譲渡するという。しかしそれには条件があり、自分を一緒に連れていくこと。不審には思いつつ、その条件を受諾。こうして鉄郎くんは39に乗り込み、機
界の体を求め映画大宇宙へと旅立つんだ。お、余裕だな。そして哲郎くんはここから、様々な出会いを経験する。自分の意思には関係なく、ただ親の都合で機械人にされてしまったクレアという女性。美しさを永遠に残すため、機械人になったが最後まで顔だけが作れなかったシャドウ。生身の人間として誇りを持ち、機械伯爵によって両親が殺され孤児になってしまった。子供たちを実の父親以上に愛し、撃たれる前に撃てと、哲郎くんに戦士としての心得を伝えてくれる。誇り高き戦士アンタレス。自分の気持ちを押し殺し、ただ息子のなそうとしてることを信じ、母として女性として静かに時を刻む人、愛する人に再び会うため、宇宙をさすらうエメラルダス。美しいメロディーと共に過去を歌うユーズ。斧が信念を持ち、ただ友との約束のため、勝てるはずのない戦に挑む、ハーロック。こうした人々との出会いは、母の復讐のため、機械の体を求めていた哲郎くんの考えに、少しずつ変化をもたらすんだ。そして旅路の途中、哲郎くんは機械伯爵の居城である時間城にたどり着く。そこで哲郎くんを待っていたのは、ただ欲のため、剥製にされさらされ続けた母の姿。なんとも。なあ。悲しみの中機械伯爵が現れ、哲郎は銃を構えるが遅く、伯爵の部下に包囲されてしまう。仇を目の前にもはやここまでと思った瞬間、部下の一人が語りかける。だから言っただろ、撃たれる前に撃てと。それは誇り高き戦士の言葉。フードが投げ捨てられそこから現れたのはアンタレス。この火星により形勢は逆転し、ついに機械伯爵を追い詰める哲郎。しかし、今一歩のところで哲郎は致命的なミスを犯す。それは、命乞いをする機械伯爵に一瞬迷ってしまったんだ。その一瞬を機械伯爵は見逃さず、哲郎に銃を向ける。しかしその銃口は哲郎ではなく、駆けつけたアンタレスを貫き、哲郎は自身の判断の甘さを悔いるんだ。その後アンタレスは体中に残されたエネルギー弾の爆発と共に消滅。これがきっかけになり、アンタレスの犠牲の上で哲郎は機械伯爵を倒す。その後機械伯爵は愛人ユーズと共に果てていくんだけど、ユーズって誰だ？ああこれは機械伯爵の愛人で、伯爵を愛してしまったがため、伯爵と同じ時を過ごすため、機械の体にした女性だよ。なんか悲しい人だな。幸せって人それぞれだからね。誰も人の幸せは否定できないよ。それが仮初めのものだとしてもか。話を続けるね。こうして哲郎くんは、目的を達成したんだけど、この一つの復讐劇と、これまでに出会った人々との関わりの中で哲郎くんは一つの答えを導き出すんだ。それは、機械による永遠ではなく、自然の摂理の中の有限。限りある命の中で、一生懸命輝こうとするから人は人でいられる。それが哲郎くんの答えだったんだ。だから哲郎くんは機械文明を終わらすため、終着駅に向かう。そこに残酷な真実が待っていたとしても、残酷な真実。終着駅その名は、機械か母性メーテル。メーテルって、そう哲郎くんの運命を動かし、見守り続けていた女性と同じ名前。彼女はただの天使ではなく、ファムファタールでもあったんだ。ここで言うファムファタールっていうのは男の運命を変える女性って意味な。メーテルさんの真実それは、機械か惑星を強化する部品とすべく、哲郎をはじめとする数多くの意思強固な青少年たちを集めること。そしてその集められた青少年たちは、機械部品にされ惑星メーテルの一部になるんだ。なぜそんなことをするんだ？もちろん惑星メーテルを繁栄させるため、惑星メーテルの女王プロメシウムはそのため、宇宙中に機械文明を広め、あえて機械化人と生身の人間という格差社会を構築させたんだ。そして39に乗ればタダで、機械の体が手に入る星に行けるという噂を流し、その過程で様々な困難を体験させ、それに打ち勝つことができる人間を選別していたんだ。そしてその選別をクリアした者が、そう機械の体を手に入れいった部品として、惑星メーテルを支えることになるんだ。それで哲郎くんにパスを。そうこの旅は哲郎くんの試験でもあったんだ。うまい話には裏があるってことだね。哲郎くんも捕まり部品にされそうになるが、ここでさらなる真実が彼に明かされる。女王プロメシウムの正体それは、メーテルさんのお母さんだったんだ。えらい似てない親子だな。その真実に哲郎くんは脱力し、抵抗の意思をなくす。しかしその瞬間、メーテルのペンダントより声が発せられる。メーテルも君を愛してしまったんだよと。声の主それは、反機械化文明を目指したドクター版、メーテルさんのお父様にして、プロメシウムの元旦那様。メーテルさんはただ機械の部品とするべく青少年を集めていたわけじゃないんだ。どういうことだ？それは機械帝国を破壊するため、生きた部品として惑星の重要部分に取り付けられた。彼らはメーテルさんの機械帝国を終わらせるという意思に、賛同し自らその運命を受け入れていたんだ。メーテルさんって二重スパイだったのか。そういう取り方もあるね。そしてハーロックやエメラルダスなど、旅を通じて心を通わした人々の助けもあり、哲郎くんは惑星メーテルの中心部を破壊、超新星を起こし惑星メーテルは消滅。機械化文明はその大元を失ってしまうんだ。キロの途中プロメシウムの最後の抵抗があったが、これはクレアさんの命を懸けた抵抗で排除。
そして舞台は地球へと戻り、旅立ちの時を迎えるんだ。あの名シーンだな。時刻は11時59分。二人は向き合い静かに言葉を交わす。それは短くはあったが、成長するために必ず必要な時間。青年が大人になるための時間。別れを惜しむ鉄郎くんの唇に、メーテルさんはそっと唇を重ねる。そして旅立ちを告げる汽笛が鳴り、二人の距離が離れていく。ここでこの物語は終わるんだ。えらいはしょったな。尺の都合もあるしね。まとめだけど、この物語は男の旅立ちをテーマにしてるんだ。この作品の原点は松本先生が北九州から上京する際、夜行列車に乗った時の心情がベースになってるらしいんだ。それは未来への希望や不安、残していく両親への思い、それでも叶えたい夢、試したい自分の力、そんな思いが詰まったのがこの作品なんだね。それは当時の松本作品ブームの影響もあって、昭和54年度の邦画配給1位の快挙を挙げ、アニメ映画が大和などの一過性のものではないことを証明したんだ。それは後に続く、東映作品である、セーラームーンや我らがプリキュアシリーズや、ババキュアなどの制作に繋がっていくんだね。美少女シリーズに偏ってる上、ババキュアはまずいだろ。あっこれ銀魂だったね。銀魂ファイナル絶賛公開中です。次回作は銀魂、新たなる旅立ちだよ。この劇場版は視聴者層や表現の関係から、一部設定の変更や、人間ドラマというより冒険活劇に重きを置く構成になってるけど、それでも39の世界観はしっかり詰まってるから、まだ見たことない人はぜひ一度見てほしいよ。そしてこんな感じで今回の動画は締めるよ。よし、それじゃあ BGM 変更と、エンディングオープンだな。みんな今回長くなってごめんね。実はこの動画は39シリーズ第3弾として公開する予定だったんだが、1、2弾の編集が間に合わず急遽内容を変更したんだ。だから説明が足りてない部分も多いが、それは今後アップする動画で保管していくから、まあいつになるかわかんないけど、気長に待っててくれたら嬉しいよ。そしてこんなクソチャンネルでも、また見てやってもいいかなーと思ってしまった。画面の前のあなた。そう、あなた。このボタンをクリックしてみてくれ。大丈夫、多分いいことあるから。私たちはみんなの応援だけで、なんとか食い繋いでるよー。それじゃあ次回も、ゆっくりしていってね。それで霊夢初恋の相手は誰なんだ。福沢諭吉。マジ、マリサ愛の大きさは経済力に比例するのよ。